ラビレット公園は、パリにある公園。19区の東側の端にあって、セーヌ・サンドニ県、パンタン市に接する。パリ市内で最も大きな公園であり、ペール・ラシェーズ墓地に次いで2番目に大きな緑地帯でもある。敷地のうち33ヘクタールは緑地であり、チュイルリー公園、ビュット・ショーモン公園、リュクサンブール公園よりも大きい。55ヘクタールの敷地は、 ナポレオン三世によって1867年に作られ1974年まで稼働していたかつてのラビレット食肉処理場跡である。ミッテラン政権下において行われたパリの再生計画、グランプロジェの一環としてラビレット公園のプロジェクトは始まった。1982年に国際コンペティションが行われ471件の提案が寄せられた。 その中から9つのプランが一等として選出され、実施案として、ランドスケープアーキテクトで建築家でもある、ベルナール・チュミの案が選ばれた。チュミは、ポストモダン世代だが、空間の機能や意味に対する自立性を主張する建築家であり、ジャック・デリーだと構想について議論している。チュミのデザインは、グリッド上に配置されたホリーによる、点、プロムナードによる、線、 芝生や緑地による面といった抽象的要素を別々のレイヤーとして構成し重ね合わせることでおのずと公園が浮かび上がるというダイアグラム的な手法でそのコンセプトは都市のオープンスペースデザインを広大にしたものだった実施案にはならなかったがレムコールハース率いる OMA の提示したプランも本質的にダイアグラムの手法であり構造をレイヤーに分解するデザインの記述方法は その後のランドスケープデザインに大きな影響を与えた。ラビレット公園は1989年に竣工したが、チュミのデザインは利用者の行動を歩く、走るといった単純な利用法でしか想定してていなかったため、パリ市民の憩いの場としての評価はかんばしいものばかりではなかった。プラン・オブ・ザ・パークでララビレット、この公園の重要な特性は、 南北の眺望が決して断ち切られないことである。ウルク運河が公園のほぼ中央を東西に横断しており、二つの橋によって南北領地区が接続されている。2008年以降、下季には両橋の中間に浮橋が渡され、障害者、自転車、人の通過を容易にしている。この公園とアルスナルコートの間にはサンマルタン運河経由の観光船がある。 公園内には、視覚的なアクセントとして、等間隔に赤いホリーが配置されている。多目的ホールであるラグランオールは、かつてのラビレット食肉処理場の構造体を再現したコンセプトになっている。公園内には他にも子供向けの屋外遊具や、竹の庭、水の庭といったテーマ別の庭園がある。北側の科学と商工業の都市と呼ばれるエリアには、 して科学産業博物館があり、その前に作られた巨大な休憩の市聴覚ホールら、ジェオードが公園全体のランドマークとなっている。南側の音楽都市と呼ばれるエリアには、パリ国立高等コンセルバトワールなどの音楽芸術の教育施設やコンサートホールが立ち並んでいる。ユヌプロムナード英雄ジャルダンデチュルイリー、エーパリハットパークデビュットショーモンハットカルティエジュ。 リュクサンブールハット ABCDE 武田志郎山崎亮長浜信樹テキストランドスケープデザインの歴史学芸出版社2010年 ISBN 978から4から761531874ピアニッシモ136から 140AB 川崎正史堀秀行加藤慎太郎佐々木綱都市公園に現れる光と陰影の形地堀公園 ラビレット公演を対象として、土木計画学研究、論文集土木学会問い、10.2208、ジャーナリップ、10.2791992年ピアニッシモ、279から286、成田和子、フランスのビレット音楽都市における聴衆への音楽教育及び、フランスのアマチュア音楽活動について、東京音楽大学研究企業東京音楽、 大学年度1100億463万2588996年ピアニッシも1から19。ありがとうございます。